皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本やその同盟国の進めている対中国包囲網についての話を取り上げていきます。今回話題の中心となるのは、主に4つの分野における中国への制裁もしくは封鎖措置を進めるための共同体の話です。どこの国の話でもそうですが、より多くの国々が参加すると、それだけ話をまとめるには非常に時間がかかるものです。しかし、先端分野について言えば、ある特定の国々だけを集めた方が基本的には効率的な議論というものができます。なぜならば、そもそも技術を持たない国々を集めても、その議論に参加させる意味はほとんどないからです。ですから、先端分野についての技術を持っている国々だけである程度話し合った上で、中国への制裁や封鎖措置などを実施すれば、非常にこれまでよりも素早く制裁などを実施することができます。この話というのは、あくまでも米中新冷戦におけるアメリカ側の陣営である日本とその同盟国、そして中国との対立構造における話なのですが、しかしこの話に参加できないお隣の国では相変わらずの反応が起きているようです。というわけで、今回は米中新冷戦における対中国包囲網、その中における日本とその同盟国の動き、その関連ニュースなどを見ていきましょう。先端技術の輸出規制、アメリカなどに枠組み提案へ。人工知能や量子コンピューターなどの先端技術が軍事転用される事態を防ぐため、日本政府が輸出規制の新たな枠組みをアメリカやドイツなどに提案する検討に入った。民間技術を活用して国防力を強める中国を念頭に、緊密に連携して素早く輸出を制限できるようにする。輸出規制をめぐっては、アメリカが中国のファーウェイを対象に実施するなど独自に動いている。今後も先端技術などで規制を定める方針だ。ただアメリカが単独で規制拡大を進めることで、国際的に足並みが揃わない事態になっている。現在、輸出規制の対象は国際輸出管理レジウムと呼ぶ枠組みに世界各国が参加し、定期的に議論して決めている。枠組みは目的によって複数種類がある。例えば、東西冷戦終了後の1996年に有志国で立ち上げたワッセナーアレジメントは、汎用機器や部品の軍事転用を防ぐために規制品目を議論する。こうした枠組みはそれぞれ数十カ国が参加するなど、意思決定に時間がかかる問題がある。日本は新たに先端技術を持つ国に限って連携する枠組みを検討。懸案が浮上するたびに素早く議論し、短期間で規制品目を決められるようにする。アメリカやドイツ、イギリス、オランダなどへ連携を呼びかけ、2021年にも実現を目指す。なお、ここでオランダの名前が入っていますが、オランダには半導体製造に欠かせない先端技術があるため、アメリカやドイツと並んでここに名前が入っています。規制対象で想定する先端技術は AI、 機械学習、量子コンピューター、バイオ、極超音速の4分野が中心。軍事転用されると、兵器や暗号解読などの精度が大幅に高まり国際的な安全保障の脅威となる。日米などは特に中国企業に輸出した際、中国政府の意向で軍事的に利用されかねないと懸念する。新たな枠組みで規制対象となった品目は、各国が自国内のルールに盛り込む。日本は外為法の規制対象品目に追加する。輸出する際には経済産業省の許可を必要にし、安全保障上問題がある国への輸出は認めない。さて、これまでは日本とその同盟国で、さあ中国に対してどう対応しようかといった話だったわけですが、この話に韓国が注目しました。日本主導の技術先進国協議体から韓国が除外される。韓国ネットで不満続出。2020年9月27日、韓国メディア韓国経済が、日本政府が技術先進国で構成された輸出規制協議体を作り、中国の軍事力拡張を牽制する方針だが、韓国が招待される可能性は低いと伝え、ネット上で注目を集めている。記事は日本経済新聞の記事を引用し、日本政府はアメリカ、ドイツ、イギリス、オランダに対し、最先端の技術を保有する国で協議体を創設し、技術輸出規制の標準案を作ることを提案する計画だと伝えている。協議体新設の背景には、最新の科学技術が中国の軍事力増強に活用されることを防止する目的があるとみられている。日本の計画について記事は、
アメリカの全面的な反中行動に歩調を合わせようというものと分析している。また、特に中国が民間企業の技術を軍事目的で取得することを念頭に置いた措置とし、中国は2015年から民軍融合政策を実施し、民間企業が入手した最先端技術を軍事技術に活用していると説明している。その上で、韓国が協議体の創設を提案する国として言及されていないことについて、日本は元徴用工問題をめぐって、韓国に対し貿易報復措置を強行しているため、韓国を招待する可能性は不透明だと伝えている。日本は韓国の輸出管理体制を問題視し、昨年7月から半導体の主要素材の対韓国輸出を規制している。また、同年8月には、韓国をホワイト国、現グループ A からも除外した。これに韓国のネットユーザーからは、最先端技術保有国から韓国を除外するなんてありえない。きっとアメリカかイギリスが韓国を入れようと提案するはず。韓国を見下し、まるで敵対国のように扱う日本。ひどい扱いだ。韓国の日本製品愛用者たちは反省してほしいなど、不満げな声が続出している。最先端の分野における技術開発を進めて実用化するということは非常に重要です。現在の世界市場においてはそうしたナンバーワンを取ることができれば、世界市場においてもそのまま巨大な市場を手に入れ、そして自国経済だけではなく世界経済から富を収奪することが可能になります。そのことは一企業にとっての利益だけではなく、その上にいる中国共産党にとっても非常に重要なことなのです。例えば暗号化技術などについてその最先端に立てば、それによって欧米企業などが持っている産業技術や特許で守られた情報などについても不正に取得することがより簡単になるでしょう。当然のように政府機関に対する侵入などももっと露骨に行われるはずです。そのようなスパイ経済の助けだけではなく、当然のように自国の経済のためにもそれら技術は大きな飛躍をもたらします。ですが、その飛躍にかかったその土台の部分において、他の国々とは違う不正な助けが政府から入っているのであれば、それは大いに非難されるべきものです。そして、そのために包囲網を敷くというのは、公平な競争を考える上では非常に重要な対策なのです。そして、今回の話の肝というのは何と言っても、そうした話し合いを行うのには、世界各国すべての国々から話を聞く必要はないということです。なぜならば、最先端の分野において技術開発をしている国々というのはそれほど多いわけではありません。ですから、より多くの国々が集まっては、議論が長引いて、実際にはなかなか動けないといったことになるわけですが、技術を持っている国や技術を持とうとしている欧米各国と日本が加わることによって、ある程度頭数というものを減らすことができれば、議論の中心となる話も非常に素早くでき、そして制裁や技術的な封鎖措置などについても実施へのハードルが下がることになります。そして日本が提案しようとしているということも一つポイントです。なぜならばアメリカの場合は、現在トランプ大統領は必ずしもヨーロッパとの外交がうまくいっているわけではありません。ですから世界各国が協調するためには、日本の立場のようなある程度各国に対して友好度合いが高い国というのがその要になることが非常に話を前に進めるのに都合が良いのです。アメリカと直接話し合っていては、あの件はどうだ、この件はどうだと他の議論にへと話が飛びがちですが、日本が間に入ることによって一つの議題に集中することができるのです。と、このように日本が中心となって対中国への政策というものを実行する上では非常に良い話なのですが、お隣の国にとってはこの話というのは、なんで私たちの国を無視するんだといったような、そういったプライドを傷つけられたかのようなニュースに映るようです。この話というのは日本政府から日経新聞へと記事が流れていくわけですが、そこから韓国へと記事が流れ、韓国外しが始まっているといった不満が出ているようです。なぜ今回の話に韓国が入ってこないかといえば、基本的に韓国はあまり関係のない国だからです。そもそも韓国をこの話に加えてしまうと、一つ重要な問題が発生してしまいます。それは韓国がこの議論を前に進めようとした時に障害となる可能性が高いからです。韓国にとっては中国というのは史上最大の貿易相手国であり、そして中国の習近平国家主席を招くことに対しても非常に積極的で、米中新冷戦のその構造の中においても中国寄りの姿勢というものをまだ崩してはいない国の代表格でもあります。ですから、その韓国を加えてしまうと、なぜ中国に対してこのような制裁措置や封鎖措置をするのだといった形で議論を
押しとどめてしまう可能性があるのです。そのような国がこうした共同体の中に入るのはふさわしくないでしょう。韓国としては欧米プラス日本のような国々が集まって話し合っている場になぜ自分たちが入れないのだと文句をつけたいのでしょうが、しかしこれこそまさに今の韓国の立場を表すような出来事だと言えます。そして同時に韓国のように日本がなってはいけないということの一つの例であるとも言えるでしょう。現在の日本というのは同じように中国との貿易相手国としても非常に重要なパートナーとなっているのが現状です。そのこと自体はアメリカも同じなのですが、しかし中国に対してどれだけ問題視しビジネス上の障害が発生しようとも規制や制裁といったものに踏み切るかというのはアメリカにも重要ですし、それに日本も追随すべき点があります。経済を重要視しすぎれば中国に対する批判というものがなまってしまい、そのために中国の横暴を許してしまうようなことがあってはいけないのです。そのようなことがあればこれまでのオバマ政権時代のように中国は自分たちが好き勝手やっても誰も注意しないんだなと中国の行動がエスカレートしてしまうものなのです。中国との貿易というのは無視できないほどの大きさが日本にとってもあります。しかしそれはあくまでも中国に対して言うべきことを言う、そしてやるべきことをやった上で進めていくべきビジネスであり、決してビジネスが大事だから中国に対しては何も言わないし何も行わないというわけではいけないのです。今回の対中政策が欧米を巻き込む形で実現化すれば当然のように中国側の反発は来るわけですが、その反発を前提とした上で中国との関係を構築していくというのが本来のあるべき姿でしょう。皆さんはこのニュースについてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。